クライナ、ロシアへの無人機攻撃強化か。 SNS で資金集め、航続 1000km の最新鋭機生産。ロシア国防省は、ウクライナが10日未明、首都モスクワ方面に発射した無人機2機を撃墜したと発表した。モスクワを標的にした無人機の飛来は2日連続で、ウクライナがロシア本土への無人機攻撃を強化しているとみられる。ロシア側もイラン製自爆型無人機の国内製造拠点の設置準備を進めているとされ、無人機の攻防が激しくなっている。モスクワ市長によると、10日未明にモスクワ南西のカルーガ州とモスクワの中央環状道路付近に1機ずつ無人機が飛来した。タス通信などによると、無人機攻撃の影響でモスクワ南港のドモジェドボ、ブヌコボ両国際空港が離着陸を一時停止した。ドモジェドボ空港から約 10km 離れた自動車修理施設では10日未明、大規模な火災が発生し、無人機攻撃の可能性が指摘されている。ロシア国防省によると、ロシアが2014年に一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島セバストポリ方面にも10日未明、無人機11機が飛来したという。ウクライナはロシア本土の無人機攻撃への関与を事実上認めている。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は7月30日のモスクワ中心部での無人機攻撃後、戦争は徐々にロシア領土に戻っていると述べ、ロシア本土への攻撃を続けることを示唆した。ロシア軍に比べて航空戦力で劣るウクライナ軍は、昨年2月のロシアの侵略開始前から無人機の積極活用に取り組んできた。ウクライナ政府は昨年5月、装備や復興などの資金を民間に募るサイト、ユナイテッド24を設置し、今月4日時点で無人機約4100機、水上無人艇18隻を購入。7月末のモスクワへの攻撃で使用したと指摘される無人機ビーバーは、最大航続距離約 1000km の最新鋭国産機で、価格は推計約400万フリブニャ、約1500万円とされるが、SNS で購入資金を集めた。ウクライナは部品を調達して自国で無人機を製造しており、生産体制は軌道に乗っているとみられる。対するロシア軍も報復としてウクライナへの無人機攻撃を強化している。ウクライナ西部リウネ州知事は10日、ロシア軍の大規模な無人機攻撃で州内の石油貯蔵施設が炎上したと発表した。ウクライナ空軍によると、ロシア軍は9日深夜から10日未明にかけて自爆型機10機をウクライナに発射した。ロシア軍は従来、有人機による攻撃を優先してきたため、国産の攻撃型無人機の開発で遅れを取ってきたが、最近になって開発を急ピッチで進めているという。米高官は6月、ロシアが来年の完成を目指して、イランが設計した自爆型無人機の製造工場を、中部タタルスタン共和国に建設する計画を進めているとの見方を示した。プーチン大統領は最近、ロシア最大の国営軍産複合体ロステクトップに、低価格の国産自爆型無人機ランセットの増産を指示した。ロシア軍はランセットをウクライナ軍が大規模な反転攻勢を進める南東部の戦線に投入し、ウクライナ軍の進軍を阻止していると指摘されている。プーチン、反乱から身を守るために私兵の国家親衛隊を戦車や戦闘ヘリで再武装。民間軍事会社ワグネルの武装反乱の後、プーチンは自ら創設した大統領直属の国家親衛隊に重火器を与え、強化を図っているようだ。
新たな情報分析によれば、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、6月に起きた民間軍事会社ワグネル傭兵部隊の反乱の後、大統領直属のロシア国家親衛隊の強化を図り、重火器で武装させるようだ。A 国防省が8月8日に発表した新情報によれば、プーチンは8月4日、国家親衛隊として知られるロシア政府直属の部隊に戦車や攻撃ヘリコプターを含む重火器を供給する新たな措置を導入した。国家親衛隊を武装強化する動きが明らかになったのは、6月23日から24日にかけてのワグネルの反乱の後だったと同省は付け加えた。ワグネルの反乱は短期間で終わったが劇的だった。ワグネルを創設した新興財閥オリガルヒ、エフゲニー・プリゴジンが指揮する部隊は、ロシア南部の都市ロストフナドヌーを占拠した後、モスクワに向かって進軍を始めた。だが、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が仲介したとみられる取引により、反乱は中止された。そして現在、多くのワグネルの戦闘員がベラルーシに拠点を置いている。ワグネルが提供する傭兵部隊は、ロシア政府にとって都合のいい存在だった。部隊は2023年5月下旬まで、ウクライナ東部で最も激しい戦闘に参加していた。政権の安全確保を目指す。反乱を中止したワグネルは、2000以上の軍事装備、2500トン以上の弾薬、2万丁を超える消火器を引き渡したとロシア国防省は7月中旬に発表した。ただし、この数字は第三者機関によって検証されていない。反乱の後、ロシア軍はワグネルの武器と重装備を押収したとリトアニア国防省の広報官は7月下旬に本紙に伝えた。重火器と戦闘装甲車がなければ、この部隊は非常に限られた任務しか遂行できない。8月4日のプーチンの発表を受けて、国家親衛隊は間もなく重火器を受け取ることになるが、A 国防省はこの措置はワグネルの反乱と直接関係があると見ている。2016年に創設された国家親衛隊は、プーチンの私兵と呼ばれており、正式にはロシア軍と関係がない。大統領に直接報告する機関となっており、プーチンの護衛を務めていたビクトル・ゾロトフが率いている。国家親衛隊を創設した大統領令によれば、この部隊は国家と公共の安全を確保し、人間と市民の権利と自由を守るために存在する。A 国防省は、国家親衛隊は最大20万人の兵員を要する大規模な組織であり、重火器を装備することで、ロシア政府が政権の安全を確保する重要な組織の一つとして、国家親衛隊への資金供給を倍増させる可能性があると付け加えた。すでにウクライナでも活動。ゾロトフはワグネルの反乱後に国家親衛隊が優れた動きをしたと主張している。だが、A 政府は、ワグネルはまさに国家親衛隊が対処するべき国内の安全保障上の脅威だったと言えるが、国家親衛隊がワグネルに対して効果的な行動を取ったという証拠はないとしている。国家親衛隊はウクライナでも活動している。22年9月にロシアがウクライナの東部と南部の4つの地域の併合を宣言した際にも関与していた。A 国防省は当時、国家親衛隊が国際的に承認されていないこれらの地域の住民投票に関わっていたことを指摘した。昨年9月に国家親衛隊の部隊はウクライナの戦闘と後方地域の安全保障の両面で重要な役割を果たしてきたと発表している。徴兵事務所に相次ぐ放火。ウクライナが先導、ロシア。ロシア政府は8日、最近相次いで発生している国内の徴兵事務所への放火について、ウクライナがロシア国民を先導して実行させていると非難した。ウラジーミル・プーチン大統領が昨年ウクライナ侵攻を命じて以来、ロシア各地で徴兵事務所が攻撃を受けている。
検事総長室では、こうした攻撃はウクライナでのロシア軍の進撃の成功と結びついていると主張。容疑者は全員ロシア国民だが、ウクライナからの電話での指示に従って実行されたとの見方を示した。ウクライナの関係者が警察官や銀行員を装い、ロシア国民に犯罪を実行させているという。内務省はこうした電話は主に高齢者を標的にしており、放火はここ数日で急増していると指摘。徴兵事務所への攻撃は20年以下の懲役刑が科される重罪だと強調した。